20年後の一ノ瀬宝太郎が、うん、大吾さんで本当に良かったなっていうのはすごい思ってて。大丈夫？実際27個ぐらい離れてるから。いやちょっと不安だったんですよ。いやでもなんか、うん、現場でもすごく接しやすくしてくださったじゃないですか。なんか撮影でなんか、はい、OK カットが出るたびに、はい、一緒にガチャ言い合ったりしてたじゃないですか。そうだね。なんかそういうのもすごい嬉しかったですし、ね、あとなんかすごい個人的な話になっちゃうんですけど、おいおいおい、あの大吾さんと昨日メールをちょっとしてたんです、はいはい、大吾さんとメールされてるんですか、はい、すごい。あのなんかこの写真投稿して大丈夫みたいな、あの大吾さんピンの写真は僕に確認しなくて大丈夫ですあ、そうなんだよ。あれ、どういうことですか、どういうことですか、大吾さん。いや、あのいろいろね、まあ、純正くんと撮ったやつとかいろいろ送ってて、そう、あとレオちゃんと撮った写真も純正くん送って、僕確認しときますって言ってくれて、だったらもう俺のも確認してもらおうかなと思って俺のソロショット何枚も送ったら大丈夫ですって言って全部返してくれて確認取ったんですね。確認取ったんで、うん、はい。でも昨日ね、あの純正が謎に僕にも確認してきまして僕あの大吾さんの写真を、ソロの写真を見てるっていうこれどうみたいな、ああどう反応していいか分かんなくてそうみんなで確認して、みんなで確認して大吾さんのソロショットを、はい、そう、もう写りも良くて最高でした。大丈夫でした。全然大丈夫です。よかったよかった。じゃあそれは今後、うん、SNS などに、はい、そうね、アップされると、うん、だからちょっと加工したい場合はもう湊先生の錬金術で加工してもらいましょう。湊先生お願いします。大丈夫ですか、できますか、ね、大丈夫です、これでちょっと写真加工してください、はい、綺麗にやっておきます、ね、いや怖いですよじゃあ皆さん、元島くんの OK が出た大吾さんのソロショットを楽しみにしてましょう。よろしくお願いいたします、はい、ぜひ